本日はなんと新潟からお越しいただいたゲストさんです。早速ご紹介したいと思います。整体のサロンを経営されていらっしゃるミーツ代表の阿部武さんです。おはようございます。おはようございます。ようこそお越しくださいました。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、新潟からなかなか新潟初めてかもしれない。あ、そうですか。はい、まあ、私のルーツは新潟上越なんですけど、ね、新潟のどの辺ですか。僕は新潟の新潟駅のすぐ近くなんですけど、上越はちょっと距離がね、ありますね。新潟長いですからね。そうなんですよ。新潟市だと思うど真ん中。そうです ね、 ね、はい、いいところですよね。ありがとうございます。何度か伺ったことあるんですけど。ありがとうございます。はい、でそこで整体をなさってらっしゃる。はいはい、うん、どんな感じの整体なんですか。まあ、僕はもともと整体っていうよりも飲食店やってたんです、はい、全然違いますね。そうです、はい、で、飲み屋さんをやってたんですけども、はい、まあ、好き勝手にね、暴飲暴食、はい、暴飲暴食して皆さんの暴飲暴食のお手伝いをしていたらやっぱ体を壊しましてね。はあ、おいくつくらいの時ですか。20代で、から、はい、22から飲食店始めたんですけども。はあ、はい、じゃあ若かりし頃に結構体壊しちゃった、はい、そうです。毎日あのお客さんと一緒にお酒を飲んだり、はあ、寝ないでこうして遊んだり体にとってはちょっと悲鳴ものなことをしてたわけですね、はいはい、うん、でそういう風にしてたらやっぱり体は悲鳴を上げてきて、はい、若いからそこら辺はなんとか薬を飲むとかいろいろやってたんですけど、うんうん、そうはいかなくて体をついに壊してしまったんですね、うん、で、いろいろ整体に、まあ、入院もしましたし入退院も結構繰り返しましたし、整体に行ったり針がいいよって言ったり、はい、まあ、怪しい治療に行ってみたりいろんなことしたんですけどなかなか治らなかったんです。すっきりする日々ってなくて、うんうん、でなんで治らないんだろうと思って、はい、で、僕のお店の近くはあの医学部があったりするのでお医者さんとかに、はい、教科書を全部ね頼んで揃えてもらって自分で勉強しようと思って見ちゃったわけです学生の頃全く勉強してないのに、うん、そう思っちゃって買ったはいいんですけど開いたら漢字が読めない。わお大変カタカナも意味がわからないっていう状態で、うん、そう、ああいう本って分かりにくく書いてありますからね。余計そうハードル高いわ。そうなんですよ、うん、それで、まあ、子供向けの図鑑がいいよっていうことで、はい、子供向けの図鑑から自分の体ってどうなってるんだろう、そもそも何なんだろうっていうことから勉強し始めたら面白くなっちゃって、はい、あら、はい、そこがスタートラインなんですか、はい、へえ。でそれからいろいろこう学びが深くなってって。なるほど。そしてご自身の体もそれで良くなったんですか。はい、で良くなっていく過程で、はい、やっぱりこういつまでもみんなの不健康に加担してはいけないと、うん、思いまして、で飲食業から、はい、ちょっと足を離しまして、はい、自分が健康になるために、そしてみんなが健康になるために本当どう何が必要で何が間違ってたんだろうっていうことを研究して伝えていけたらいいかなと思って。なるほど、はい、そしてですね、はい、サロンを経営されるようになって、はい、聞くところによるとですね、はい、若い女性のお客様が多いっていうことを耳にしたんですけど、はい阿部さんのサロンって男性お一人でやってらっしゃるわけですよね、はい、そこに若い女性って普通だったら行きにくいじゃないですか、はいはいはい、でも若い女性が安心して通えるっていうなんかあるんですか。まあ、お店作りにもちょっとまあそういう風な安心して来れるような店舗で、はい、マンションの一室とかではなくてしっかり店舗としてやるとか、はい、ちょっと綺麗にするとか、そういう風な心がけとかもしてたりしますし、はい、やっぱりこう、将来の健康をゆくゆく伝えていきたいなっていうこともあるので、そのあたりも伝わるんでしょうね、はい、女性って下心のある男性のことってピンとくるんですよ、はい、また怖いから絶対近寄らないんですけども、はい、リピーターとなって何度もお越しになるっていうことは、はい、やっぱその下心ゼロでお人柄がいいっていう表れなんじゃないかと思うんですけど。そうですね、皆さんね、でもうちのお客さん本当に綺麗で美人な方多いんですけど、はい、まあ、それとこれと健康とは別なのでやっぱりこうね将来の健康のためにって、うんうん、見た目も綺麗に中身も綺麗にって考えていたら余計なこと考えてる暇はあんまないんですよね。ね、なんかそういった思いが間違いなく伝わってるんだと思うんですよ。ありがとうございます、はい、でその施術自体も
本当にその方その方に合わせるような形で提供されているということでしたし、整体だけじゃなく、なんとこの前うちの番組で紹介させていただいたハグスチームを取り入れられている。あ、そうなんですよ。あの、ハグスチームの代表の西村さんとは、まあ、深いご縁というかなかなか長いご縁になるんですけど、まあ、あのすごくいいものができたから、ぜひ取り入れろと怒られると悪いんであれなんですけどでもね、すごく本当に、いいものなので、体験してみて、あ、ぜひこれだったら、あのうちのお客さんたちにも役に立つし、まあ、体調整にはいいですよね、あれ、ね、うん、僕たちが男男性がなかなか気づかないところを、あのお手入れできるので、あの安心してお手入れできるお手伝いができると思って取り入れさせていただきました。なるほど、でそれ以外にも今こちらにもご用意していただいているんですけど、ミネラルですよね、こちらね、ちょっと持っていただけますか。こういったミネラル、これもなんかすごい優れものだってさっき伺ったんですけど、こういったものも取り入れられてらっしゃる。やっぱり人間って、まあ僕ね、あの飲食店でいろんなケミカルなもの、日本っていろんなこうね、美味しくするためにいろんな科学が発達してきて、料理は科学だよって僕言ってたんですけどでもよくよく体を壊してみて考えたら、その科学がちょっと僕が間違って、僕の使い方が間違ってたかもしれないと、やっぱり、人間って食べたものと飲んだものでできていて、そうなんですよね、その食べたものっていうところにミネラルっていう地球の恵みが入っているんですけど、それがやっぱりこういろんな 農業の仕組みが変わってきて、取れなくなってきた。そうなんですよね、なんか、まあ、ビタミンミネラルっていう言い方をよくするじゃないですか、昔のお野菜に含まれている分量食べようと思ったらとんでもない、オーバーコストになっちゃいますよね。オーバーコストだし、カロリーもいくら野菜だからって言っても、そんだけ食べたらお腹壊すんじゃないかっていう。そうですね、もう胃腸はでも忙しくてしょうがなくなっちゃったりすると思うんで、本末転倒になってしまうと、そういう時にはやっぱりこう、こういうような、あの濃縮してあったりして、あの手軽に取れる、健康食品、健康補助食品ですね、補助してくれるものっていうのはすごくいいんじゃないかなと。そうですよね、しかもちゃんと計算してバランスよく入ってるわけですよね。そうですね、聞くところによるとバランス悪く取るといっぱい取っても意味がないって聞いたことあるんですけど、ミネラルはあの天然のものっていうのは、排出ちゃんと外に連れ出してくれる機能もありますので、良くないものね、良くないもの、で取りすぎたら取りそれ以上いらないよってことで出ちゃうので、取りゃいいってもんじゃないですねそうですよね、そういう勉強とかしてたらもっともっとみんなに伝えたいなと思って、今全国でいろんなところで今ズームとかでもねお話しさせていただいてるんですけど、何、飲食店をやってらした方が、今や講演家全然コロッと変わっちゃいましたけれど、すごいですね、ちなみに今のこちらお持ちのミネラルは、特徴的には何種類くらいのミネラルが入ってる感じなんですかね。あの皆さんミネラルっていうとなんとなくは分かるんで聞いたことあるけど、何種類あるかっていうのもよく分からないかと思うんです、ミネラルって、まあ、昔で言う元素記号って聞いたことあると思うんですが、あそこに入ってるものはほとんどがミネラルっていう風なものになるんですけど、人間の体には70種類以上のミネラルが必要だよっていう風に言われている中で、77種類が確認されてます。すごい、なのでこれ取っていただければ、まあ、そんなにいっぱい量はいらないんです、4% だけあればいいんですけど、それがないといろんな不都合が出てきちゃうので、美容のためにも、髪の毛のためにも、僕取るようになって髪の毛これでも増えてきたんで、ありがとうございます。あの、ぜひぜひね、皆さんもしよかったら健康を見直す第一歩として食を見直してもらったらすごく嬉しいなと思います。そうですね、あと今美容的な、ね、ワードが出ましたけど、お化粧品も扱ってらっしゃると。そうなんです、僕あのこうやってね、あのラジオの方は僕の顔見えないかもしれないんですけど、ぜひ動画見てください、ツヤツヤ、美容っぽくないんです僕それは確かにそうかもしれないけど、お肌でもピカピカですよね。ありがとうございます。僕もともとアトピー性皮膚炎っていうものを小学校の頃から患ってまして、結構重症患者だったんです。その跡形もないですよ。ありがとうございます。で、いろいろ施術をするようになって、自分でいろいろやるようになって、だいぶ改善はされたんですけど、まだやっぱり乾燥が取れなかった。でそうなった時に、あのさっきのミネラルの会社の会社で、最高の化粧品を作ろうっていうプロジェクトがあって、でそこで、あるものを、僕美容なんてと思ったんですけど、試しに使ってみたんです、
そしたら見る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 うちに変わってきて綺麗になっちゃった。ありがとうございます。でお客様が何使ってるのと使用前を知ってる方だったら聞きますよね、はい、そしたら特に女性だったら。そうなんです、そうなんです、うん、でプロのお化粧品屋さんで働いてる方が私も使いたいと嬉しいことですよね、うんうん、なるほど。で使ったらファンデーションを売ってらっしゃった方が、はい、ファンデーションいらなくなっちゃって、あ、じゃあご本業ダメじゃないですか、そちらの方で辞められてうちで働きたいっていうことで、それで、あ、これフェイシャルもやった方がいいんだっていうことで、こちらの化粧品を使ってフェイシャルエステも始めてもういろんな皆さんの美容と健康に、すごいですね、はい、でもそう考えると若かりし頃に体の具合悪くしたのも、はい、今へつながるための大事なステップだったってことですね。はい、いろんな占い師さんにもそういうふうに言われて、うん、だからこれを頑張っていくんだよっていつも言われますなるほど、はい、そうだったんですね。で、じゃあ今はその新潟を中心にご活躍されているわけですけども、日本全国講演家としてもいらっしゃってる感じ。そうですね、いろいろ言われて、はい、ミネラルのお話とか化粧品のお話とか。東京でもやっていただけてるんですか？はい、たまにご用があればと。いつでも皆さんに呼んでください。ぜひ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 。で、そういった情報は、はい、ホームページの方を拝見すると出てたりするんでしょうか？あ、はい、載ってたりしますので、ぜひ。わかりました。じゃあ、うちの公式ホームページ、今回の記事にもリンク貼らせていただきますね。はい、ありがとうございます。はい、私もちょっとミネラル見直してみたいなと思いました。すごく嬉しいです。貴重なお話を本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまた、ぜひ。続報も聞かせていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。